さあ、ひのひろ、さあ、ひのと。ティスです。さあ、今回なんですけど、今回は私のデッキというよりかは、デリーターズの競技部の乳酸菌ナトリウム選手のデッキをちょっとシェアさせていただきまして、GP で実際に私と乳酸菌ナトリウム選手が使わせていただいたデッキの紹介になります。それがこちら。ビューン。ガンバトラーと、ジョリザ・ジョルネード。ジョルネード・ガンバトラー。そう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 。みんななんか今ジョラゴン型の方を作ってたりとか、結構 GP とかで逃げられてたりとか、ね、するんだけど、まあガンバトラ型はちょっと珍しいんじゃないでしょうか。ただ、まあ、今回このデッキを使って先に戦績から報告すると、まあ、6-2、うん、でちょっともう惜しくも私はおポーチしてしまったんですけど、まあ、6勝取れたっていうところで、まあ、今回結構まあ期待値の高いデッキじゃないのかなと思いまして紹介させていただこうかなと思います。それでは最初はグーじゃんけんぽい。先行もらいます。くそ取られた、やばい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 。よし、1物はいブレスゴー。やーって赤タンだ、まずいな。ターンもらいます、ドロー。赤タンはまあまあちょっとまあ不利、ちょっとまあ厳しい時もあるよね。ターンエンド、ドロー。よし、はい、今ファナト。おー、まずい。レズクロー1点、ここではいやります。おり、いやーちょっとまずいですね。ドロー、2コスト、うん、大気タイソンズ、うん、ターンエンド、ワントップ、はい、ドロー。あー引かねー。よし、はい、今近く、はい、お、あれ、じゃあもう今回自動召喚1回、はい、ロープー1モナ、ブレスクロー。わあ強い。いやー、まあ、強制アタックだからな。1点1点取ります。うん、あの子行くかどうかな。まあ行くか。1点1点マスコキャラクス。ああ、でシルトリガーで、マトルゼの時相手のクリーチャー1体選んで、まあ、次のターンの始めまで攻撃もブロックもできないと。なるほど、まあ、ただ今こっちは何もないんで、でも大丈夫ですね。じゃあとりあえず、まあ、ドドドビロップで。はい、じゃあ終了で。よし、じゃあこちらのターンの、それではそっちのターンの終わりの時に、はい、手札からマスタージェネトルネード宣言。ああ、そっか、10。そうそうそう、これでもう10揃ってる。あ、そっか。だよね。で、で、まあ、この盤面の10を手札に回収して、バトルゾーンに出ます。で、はいはい、チップ効果で GR3 回。3回、はい。最強。あれ、ジャスケミュージじゃねえ、似てんだ。え、で、これで。ああ、はいはい、はい。出ますね、はい、で、ターンもらえます。あー、なるほど。アンタップで、ドロー。あれ、じゃあスキルじゃね、あれ、じゃあスキルじゃねして、あ、3コストで、うん、もしゃいくぞ、もしじゃあ1回。ああ、殴れる、殴れる。で、これで一応ダンガスティックビーストの、ジョーカーズの8枚以上あるんで達成してます。そっか、そうそうそう。で、もうこれでかなり今、打点が揃ってるんで、打点は何だったの？これでまあ殴っていいでしょう。ダンガスティックビースト、うん、で、プレイヤー2点いきたいです。どうぞ。これはい、はい、はい、ジョルネードで2点いきたいです。そこではい、いますか。はい、頭からかな。プレイヤーで入れますか。ボルシャンク、あー、通った、オッケー。結構強いね、今、まあ、速いデッキタイプに対しても、まあそうだね、こういうカードがめくれて、まあ、10達成できる、うん、強いね、最強かもしれない。誰にバットいたのにな。あー、惜しかったね。拾えなかった。ちょっと小型系のね、ビートプランだったね。拾えなかった、うん、じゃあ2本目、出る、最初はグー、じゃんけんぽい。先行取られます。ん、取られますってなんだ。先行をもらいます。先行を取られたんだ。先行を取られましたね。じゃあ、ターンエンドで。ドロー。じゃあし、はい、ディキメージ終わり。はい、ターンもらいます。ドロー。あー、なるほどね、オッケー。そしたら、2コスト、うん、ん、ボー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 出します。あー、なるほど。ターンエンドで。あんま見ないな。そうだね、決めちゃおうか。はい、じゃあ超ターンドローもらいます。ドロー、通常ドロー。はい、あー、まあ今だ。はい、 J チェンジって書いてるから刺さるんじゃないかな。終わり。なるほどね、オッケーオッケー。ターンもらいます。ドロー。
3コスト洗脳洗脳でターンエンド。洗脳入ってんだ。イメージ効果。はい、でターンドローもらいます。熱情ドロー。はい、洗脳か。今はい、南はい、3枚ビッグマンフレア持ってきます。はい、終了。はい、もらいます。ドロー。うん、なるほどね。3コスト、うん、押したいくぞ。押したい。はい、まあ、ワナインでなしですね。殴らなくてもいいでしょう、単位度で。決めちゃおうか。はい、ドローもらいます。はい、引け。うん、GWD がないんだよな。4マナ。はい、吸い込む。お、吸い込む。なるほど。5枚いまーす。はい、じゃあまあ GWD 持ってきます。はい、まあバウンスは洗脳かな。洗脳で、はい、バウンスされます。これで終了で。はい、頑張ります。ドロー。4コスト。4コスト、はい。ただな、じゃあ1回。ああ、シャッター。シャッターは意味ないな。でも、シャッターはちょっともうマッファイターついてるんで、かますと相打ち取りたいな。バイナルシャッターで鬼かますアタックします。はい、取りまーす。よし。ボーボーで、プレイヤー行くとき、はい、チェチェンジ。ケハザマカメでジアリカメ。ランダム、ランダム効果使います。あと1枚切って、うん、ツードローします。はい、なるほどね。オッケーで行きたいです。プレイヤー行きたいです。そこで通ります。はい、うん、お、何もない。タインドでじゃあ、ドロー。はい、ドロー。いやー、これ行くしかないんだよな。じゃあし、はい、さまな、ビッグマレア。はい、うん、手札1枚捨てて。わー、クラッシュアップ。 OK。 で、フレアのバトル対象は、はい、まあ、ここで。ラスダマ、はい、大丈夫です。で、2マナ。はい、で、鬼かます。わー、鬼かますだ。なるほどね。はい、クラッシュヘッドでプレイヤーにアタックしたい。アタックしたい。したい。アタックは何もないです。ここ2点2点。はい、バイナルドアここで。あー、踏んだか。あー、これはやばい。マジでこれはダメじゃね。これは最強。これは一番いい。そのためのこれ終わり。うわ、めっちゃちょうどいいところで踏んだ。じゃあどっちのターン終了時。あー、あるのか、はい、マッサージでトルネード宣言。はい、8と、押していくぞ。押していくぞ、はい。この2体。はい。ジョルネード、3枚。うん、3回、はい。じゃあターンもらいます。ドロー。いや、普通にまずいんだよ。結構盤面が揃ってきましたね。ただ、クロックで終わるからね。クロックケアなんてできんの？クロックケアできるよ。クロックケアできるんだけど、うん、かなり運任せ。運ゲー？運ゲー。はい、運ゲーだけど、もう GR が、もう1、2、3、4、5枚めくれてる状態だから。あ、あ、何、あ、分かった、あいつか。そうそうそう、あいつがおるんですよ。まあ今から見せてやりますよ。運ゲーすぎん。俺の引きってやつを押していくぞ。まず押した。はい、じゃあしよっか。いや、まあ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 、まあ、強い強い強い。まあまあ、殴れないからいいよ。できるカードがあるんですよ。ガチャ玉。おー、これでマッファイターを得るんで。マッファイターし、Jショッカーを殴れます。適当に先に、まあ、ミノミとかと相打ちを取るプランですね。上が殴れる、下が殴れない。で、Jショッカーいるんでミノミにアタック時、はい、で、Jトルネードします。Jトルネード、はい、で、押していくぞ、はい、コスト3、バランス。これでコスト3のカードが使えなくなった。そう、これでコスト3のカードがバトルゾーンに出なくなりました。次の俺のターンになります。で、ミノミと相打ち取ります。はい、で、この万全の状態で、あとは殴る順番。そうだな、ガンマスターからレキトキ、頂点フィーバーでやる必要があるんですか。いや、ボコボコにするためには破壊したいんですけど、選ばれないんで。ハンド1枚公開しちゃった。やばい、どうしよう。ハンド1枚公開しちゃったよ。2点取れますか。どうぞ。ここで何ならいいんだこれ。
なんだハードラック、うん、ハードラック4枚ハードラックとか。追加で引いた。何引いたんだろう。3が出ないんだよね。3が出ないね。おい、柄が違うのバレるだろ。やめろよ。終わりました。オッケーオッケーオッケー。このためのケアよね。どうしようかな。ナンガスティックビーストで2点、うん、ハードラックでも無理じゃね。あ、よかった。よし、じゃあバイナラでプレイヤー考えます。はい、ボルシャクドギラゴン。いやアポカリプスで手札から取ります。取ります。オッケー、取った。強くね。強い、めっちゃ強い。J ショッカーが強い。 J ショッカーで止められるっていうのが、まあ、かなり強いかなっていう感じだね、うん、はい、デッキ解説の方をしていきたいと思います。でまずは初動なんですけど、皆さんご存知の体育タイソンズが4等されてます、うん、まあ、これは無難に J チェンジ、まあ、なおかつ盤面離れた場合でもワンブーストできるっていうところで強いかなっていうところがありますね。でこれ結構今見ないかなと思うんだけど、全然見ないね。そう、あのボーボボボーボボっていうカード。名前ふざけてんな。で基本的に多分ここの4枚の枠がジョラゴン構築とか他の方とかはやったれマンになってる方が結構いらっしゃるかなと思います、うん、で、まあ、一応その採用理由としてなんですけど、結局その3ターン目にジョルネードを盤面に立てたいってなった時に、ここがもしやったれマンだった場合2で動いて、でその後次のターン1軽減して押しちゃいくぞとかしかプレイができないってなってくると、2面立てた状態で1ターン目に、あ、2ターン目にボーボーボーで、3ターン目にウォッシャー行くぞをして、でここから J チェンジをして、桶狭間もしくはガチャ玉もしくはウォッシャー行くぞにすると盤面に4面展開することができるようになります。でそうすると4面展開するとジョリズ・ジョルネードのコスト10以上っていうところに干渉しやすく、マックスしやすくなるっていうところで、やったれマンではなくボーボーボー、結構前のめりな構築になってるので、まあ、ジョラゴンみたいにあのバウンスして2軽減してみたいな動きのために入れてるカードじゃないです。まあ盤面も取られにくいです。なんでかっていうと、これ2マナ3000あるんですよ、パワーが。でかいね。そうそうそう、2マナ3000あるんで盤面としても取られにくい。なんか雑なかませ盤とかで2000とかめくられたとしても3000なんで取られないし、そうだね、結構盤面に残りやすいカード、まあ低コストにしては訳するカードかなっていうところで、まあ、今後ボーボーを採用されてる方とかもちょこちょこ出る可能性が出てくるかなっていうのはありますね、うん、で次に行きます。で今ちょっとまあ軽く説明しちゃったんですけど、押した行くぞが4枚、桶狭間が4枚で、ガチャ玉が3枚っていう形になってます。でこれはまあ単純に GR をして、まあ、ジョルネードにアクセスしやすくするためにほとんどまあギリギリまで最大枚数積んでるような形になってます。でまあ枠があればガチャダマンが本当は4入れたいんですけど、4コストっていうところで、まあ、3ターン目の動きをするってなってくると、まあ、ちょっと今環境的にあの波動が多かったり、もしくはまあ結構踏み倒してくるカードが多いんで、洗脳洗脳が2枚採用されてます。でこの洗脳洗脳を採用することによって波動が出なくなる。ね、そうだね。そうそう、あとは今単純に、ネイチャーのループ、そうだね、系とかカリアドのループが流行ったりするけど、まあ、そこら辺のバトルゾーンに出すっていう効果をあの止めることができる、うん、結構まあ強い環境、今の環境にかなり刺さりやすいカードになってます。でもここの枚数を今回 GR、 あ、 GR じゃない、今回 GP でちょっと触ってみて、もう1枚ちょっと増やしてもいいかなって思うぐらい環境に刺さりがいいんで、改善するならこのカードをもう1枚増やそうかなっていうところな感じはありますね。であとは皆様ご存知最強カードのバングリッド。これは強いね、うん、まあ、これはもうあまり説明する必要がないぐらい強いカードですね。マップファイターで相手の盤面取れるし、1マナブーストアタック時できるし、マナからバトルゾーンに出るし、マナからジョーカーズ召喚できちゃう。でまあ、 あの2枚は確実に採用してもいいかなっていうところで、まあ、単純にその4っていう数字なので J チェンジすることもできます、はい、であとはここのフィニッシャー枠になってくるんですけど、ガンバトラが2枚、ジョルネードが最大枚数の4枚、あとここは、ジョラゴンのジョーですね、これがピントを出すんであります。でガンバトラーに関してはこれサブプランなんですよ。結局ジョルネードがめくれないってなった時にも、ただ3ターン目のターン返ってくるとき、さっきも説明したんですけど、4体盤面に立ってる状態でターンが返ってくる可能性が高いので、ここでガンバトラーを4ターン目に召喚することができます。でそれでフィニッシュを向かうことができる
マカタンとかに、まあ、ジョルネードが引けなかった時とかも結構強く出れたりするので、まあ結構いいかなっていうのはありますね。まあちょっと本当は3とか4とかっていう感じもあったんですけど、まあジョルネードしたいデッキなんで、このデッキはまあサブプランとしてガンボタラは2頭を積んでます。でこれマジで最強カードなんですよ、今回の段の本当に一番強いかもしれないって言っても過言ではないジョルネード。これ強いね。これは強い。今のまあ環境にジョルアゴンにも採用されてるし、まあこれのデッキにも当然4頭されてます。でこのデッキは本当にジョルネードめくれるかめくれないかで勝敗が決まっちゃうくらい強いカード、うん、まあ、単純にブロックされないっていう効果自体も強いし、まあ、10コスト以上を戻して、バトルゾーンに出す。ただ相手のターンの終わりなので、さっき波動の対戦動画でも見せたと思うんですけど、鬼カマスに干渉しないカードなんで、ね、盤面にすごく残りやすい。でパワーラインとしても1万あるので処理されにくい、うん、っていうところでかなり今の環境においては強いカードかなっていうところではありますね。ブロッカーとかにも浄化図全部なんでまあ全部ブロックされないんで、まあ、ブロッカー立てられたとしてもジャスキルプランが取りに行けたりとか過剰打点が生成できたりとか、あとあれだね、もうシータの面々と貫通できるからね。そう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 、このカードがあるだけで本当に強いブロッカーが全部ね使えなくなるから、うん、これだけで縦で仮に重さが踏んだとしてもブロックされないし、そうだね、うんうんうん、かなり強いカードかなとは思います。であとはここの、あこれもフィニッシャーカードといっても間違いじゃないんですけれども、ジョジョジョマキシマムで、今この環境で、まあ、クリーチャーで返すってよりかは呪文で返してくるデッキタイプが多い中で、まあ、盤面の打点生成にプラスでできるっていうところと、まあ、単純に呪文ができなくなる、あと単純に1点弱いクリーチャーで殴りたいっていう時にジョジョマキシマムをつけてあげるだけで、それが必ずブロックしなきゃいけなくなってしまいます。そうだね、そうそうそう、そういうこともできる。だからさっきちょっと動画でもちらっと見たけど、 J ショッカー、こいつを相手はブロックして殺したい、このカードは1点しか生まれないんで通したいんだけど、このジョジョマキシマムをつけることによって相手は必ずブロックしなきゃいけなくなったりとかするかなって感じですね。はい、でこの次に行きます。であとはこっちですね、受け枠ジューサーが4枚、最強最強カード、マツコケが2枚のバイナラが2枚という形になってます。まあ、ジューサーは言わずもがな、皆様ご存知の通りなんですけれども、まあ競技やってる方はみんな強いかなって思ってると思います。本当にこのカード強いカードですね。まあ、このカードは本当に説明する必要ないくらい強いかなっていうのはありますね。でここの J ショッカーの効果で J トルネードでここのジューサーバウンスしてあげるだけで、まあ、単純に GR1 回そうだね打てるっていうところでもかなり強いかなっていうのはありますね。はい、で次に行きますね。でこのマツコケとバイナラドアで、ここもマツコケラックスとバイナラドアがコスト8になってるので、うん、さっき赤タンブランドの動画でもあった通り、2コストで高校引いて体育タイソンズかボーボーボーを出した状態でも、ここのマツコケラックスかバイナラドアをどっちか踏ますことができればコスト10なんで、 J トルネード、そこから盤面返すことができます。それ強いよね。これがめちゃくちゃ強い。本当にマツコケラックスの効果はさっき説明しましたけど、ブロッカーついてる上に相手対フリーズできる、うん、でバイナルドアに関しては、まあ、単純に言わずもがななんですけれども、カードを1枚山下に送ることができる、プラスワンドローできるというところで波動を止めることができる。で次に GR の説明に行きます、うん、GR なんですけど、まあここはほとんど説明するところはないかもしれないんですけど、基本的にちょっと考えて構築されてるっていうところが1点あるとすれば、ジョルネードのコスト10に、入りやすくなる、アクセスしやすくなるために最低コストの2とかは積んでません。最低3で、3も2枚、2種類しか積んでないです。そうだね。まあみんなだったら例えばパッパラパーリーとかやったれロボとか、まあ、積みたくなる場合もあると思うんですけど、そこら辺コスト2とか、もしくはパッパラパーリーにおいては1枚マナゾーンに置くっていうところで、まあ単純に今採用するとしたら墓地メタすることができるポクタマタマ、うん、もしくはここの J ショッカーって感じになってきます。ポクタマタマに関してはこのデッキロマノフにちょっとこれがめくれないと、そうだね、厳しくなってくる、ね、もしくはジョジョマキシマムで過剰打点生成して殴ること、うん、っていう感じが勝ちプランになるんですけど、まあ、結構 GR 召喚できるカード採用されてるので、まあ6枚あれば必ず1ゲーム中に1枚は見えるかなと思います。で J ショッカーはさっき採用お話しした通りですね、このカード本当に強いです。これめちゃくちゃ強いね。そう、自分のターンの始めまで相手はカードをバトルゾーンに出すことができないんですよ、バウンスしたカードのコスト。これだ、呪文以外も止めれるんだね。そう、呪文以外止められる、 D2 フィールドも止められる、うん、しかなり強いカードかなと思います。メメントとか普
次のターン貼られたりとか、もしくは盾で踏みたくないってなった場合は、まあ、ガチャダマンをバウンスすれば4も止めることができる、まあ、もしくはこのバングリッドですね、戻せばいいかなっていうところはありますね、はい、でここ次4の枠ですね、バイナルシャッターとダンガスティックビーストで、バイナルシャッターはもう本当にあまり言わなくても強いカードですね。このバイナルドアと同じく山下に戻すカードです。でここのプロデューサーを相手が波動の2点とか、まあ、殴ってきた時に踏んでバイナルシャッターをめくった場合でも、さっきと同じようにバイナルドアと同じく山下に送ることができるので止めることができます。はい、であとはダンガスティックビーストは単純にこれは過剰打点を生成するため、これだけ盤面にカードを並べやすいデッキタイプにおいて8枚以上っていうのは結構余裕なんですね。マナに4、バトルゾーンに4あればいいだけなんで。そうだもんね。そうそうそう。でめちゃくちゃ強いハードかなと思います。で次ガヨンダムですね。これもあまり採用理由はないです。単純にもう4コストが4っていうところと、ハンド入れ替えすることができるので、まあ、プロデューサーとかからめくって GR しました。でハンドにジョルネードがない時とかもこの2枚引くことによって引けたりとか、うん、もしくはサブプランのガンバトラー、この上上マキシマムをめくって次のターン勝つことができるようになったりとかするかなと思います。はい、で最後になります。このカードめちゃくちゃ強い、ガンマスターだね。ガンマスター最強ですね。このカードは強いですね。コスト5、あ、コストじゃ、コスト5なんで、単純に2と3が盤面にいる状態で、うん、コスト5が出ると単純に次のターンジョルネード圏内に入れるので、まあ、かなりアクセスしやすくなるカードで、単純にカードパワーっていうのも強いです。攻撃力単純に3000なんですけど、ただバトルゾーン、マナゾーンにカード5枚以上あれば相手プレイアタックできるようになるっていうところと、超低フィンバーで盤面マナとバトルゾーンにコストが5、コストじゃないですね、カードの枚数が10枚以上ある場合は、手札、アタックするときに手札を1枚切った上で、あ、手札1枚切るごとに相手の1万以下のクリーチャーを破壊できると。例えば相手が、まあ、ジューサーが立って、ジョルネードがめくれなかった場合、ブロッカーが立ってて、まあ、プラン取りにくいよって時も、このカードがバトルゾーンに出るだけで、単純に手札のカードを捨てます。で、それだけで相手のブロッカーを蹴散らしたりとか、もしくは次のターン相手にとどめ刺されてしまうっていう時とかも、これで相手のクリーチャーを除去できる。かなり強いカードかなと思います。で、このデッキもかなり今後も期待値が強い、期待値が高いデッキになってるので、まあ、今後もちょっと握って、実績ですね、今後出せていければいいかなと思います、うん、ぜひ皆さんも握ってみてください。はい、でそれでは今回このデッキなんですけど、冒頭でも説明した通り、デリーターズ競技部の、乳酸菌ナトリウム選手がちょっと考案してくれて、ちょっと私日野と一緒に GP のナインスを、シェアして6人取れたデッキになるんで、かなり強いデッキタイプかなと思います。ありがとうございます、乳酸菌くん。はい、でそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。